皆さんこんにちは。インナーサイエンスラボです。このチャンネルでは私たちの内面の成長に役立つ様々な話題をお届けしています。今回はインドのスピリチュアルマスターであり世界教師ともいえる和尚の生涯についてお話ししたいと思います。和尚はインドの運命を変えた10人の一人として、かのブッダやガンディと並び称されているほか、チベット密教の最高指導者であるダライラマにも人類の意識の発展を助ける功名を得たマスターだと認められている神秘家です。一方で常に革新的で生涯にわたり既存の宗教や政治に対して批判的な姿勢を貫いたため、反発も大きく、それゆえに波乱万丈の人生を送ることにもなりました。そんな和尚の生涯をダイジェスト的に分かりやすく解説していきたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。でははじめに今回の動画の流れをざっと説明します。最初に和尚とはどういう人なのかについてごく簡単に説明し、続けて和尚という名前について、そしてその呼び名の変遷についてお話しします。それから和尚が辿った人生についてお話していきたいと思います。では初めに和尚がどういう人だったのかについて解説したいと思います。和尚の思想や教えについては次回の動画で詳しくお話しする予定ですが、和尚のことをよく知らないという人のために、和尚とは一体どういう人だったのかについてさらっと説明しておきたいと思います。和尚はいわゆる悟りを得たインド人の学者であり、ラジニーシムーブメントと言われる活動を牽引した神秘家です。一般的にはいわゆる新興宗教の教祖という立ち位置になると言えますが、本人は組織宗教や自分が教祖であるということを否定していました。前回お話ししたゴータマブッダがこの世は苦しみに満ちているとしていたのとちょうど真逆で、和尚はこの世を全面的に肯定し、一般的にタブーとされている性的なエネルギーや長らく存在を否定されてきた女性に光を当てるなど、革新的な教えを説いて世界中の探求者を魅了しました。現在も世界中に多くの弟子とセンターを持ち、その著書は出版されているだけでも650冊以上、世界で200以上の出版社から60以上の言語で出版されているなど、死後も大きな影響を与え続けています。ところで日本人であればこの和尚をという名前が気になるところかと思います。インド人なのにどうして日本語の和尚と名乗っているのとか、和尚って誰か特定の人を指す言葉ではないと思うんだけどなど疑問に思われる方は多いのではないでしょうか。実際にこの和尚が和尚という名前で呼ばれるようになった頃には、主に仏教の禅に関する講話を集中的に行っていました。そのため、この和尚という呼び名は、仏教の僧侶、特に指導的立場にある僧の尊称である日本語の和尚そのままの意味だと考えられます。また、最終的に和尚とだけ呼ばせたのは、自分がすでに誰でもない存在であるという意味もあったと思われます。実は和尚はその生涯にわたりいくつもの違った名前で呼ばれていました。和尚の本名はチャンドラ・モハン・ジャインといい、古くは日本でもラジニーシという名前で知られていました。文献によってはラジニーシ・チャンドラ・モハンを本名としているものもありますが、このラジニーシという名前は幼少期からの愛称だったようです。大学を卒業後、インド国内で講演を始めると、教師という名のアチャリア
をつけたアチャリア・ラジニーシと呼ばれるようになります。その後、神に近い存在という尊称であり、祝福されたものを意味するバグワン、そしてミスターをより丁寧にした尊称であるシュリをつけたバグワン・シュリ・ラジニーシという名前で呼ばれます。晩年にはこのバグワンも不要だとして、シュリ・ラジニーシとだけ呼ぶようにと言ったかと思うと、すぐに先ほど説明したオショウをつけてオショウ・ラジニーシとします。最終的にはラジニーシの名前すらも落とし、単なるオショウとだけ呼ぶようにと言いました。では、いよいよ、和尚の生涯について話を進めていきたいと思います。なお、この和尚という名前は、最晩年にのみ使われていたため、この動画では、主にラジニーシの名前で話を進めていきます。ラジニーシは、1931年12月11日、北インド、マディア・プラデーシュ州にあるプチワダという小さな村で生まれました。父親はジャイナ教徒の布商人で、ラジニーシはその11人兄弟の長男でした。彼は生後、母方の祖父母に預けられ、育てられました。祖父母、特に祖母はラジニーシを深く愛し、自由奔放に育てましたが、ラジニーシは彼女から非常に大きな影響を受けたといいます。この祖母は単に孫に甘いおばあちゃんというわけではなく、とても強胆な女性で、ラジニーシがやりたいと言ったことは何でもやらせました。何でもやってみないことにはやめることもできないからね、というのが口癖で、わずか5、6歳の子供に対して酒やタバコ、ギャンブル、挙句の果てには売春婦を見に行くことまで許可したということですから驚きです。ちなみに結局売春婦のところでは前座となる踊りを見ただけで吐き気を覚えて帰ってきたそうです。ラジニーシの大胆で決して権力や過去の権威におもねることなく革新的な教えを貫いていく姿勢はこの頃から培われていたと考えられます。一方、祖父もいたずら好きで毎日のように方々に迷惑をかけて帰ってくるラジニーシを一度も叱ったことがありませんでした。その祖父が非常に有名な占星術師のところに行き、ラジニーシのことをリーディングしてもらったことがありました。するとその占星術師は、ラジニーシは7歳まで生きられない可能性があること。また、7歳を過ぎて生きることができたら、ブッダとして光明を得る可能性があると告げました。そして、それは十数年後に本当に実現することになります。7歳の時に、その祖父が亡くなると、ラジニーシは愛する祖母と一緒に、両親が住むガダルワラ、という町に移ります。14歳になると最初の覚醒体験をしますが、それを機に数々の神秘体験をしていきます。同時にあらゆる分野の書物を読み、瞑想などの精神的探求もさらに熱心に行っていきました。この間、具体的にどんな教えを学び、どのような修行を行っていたか、という点についてはよく分かっていません。そしてラジニーシは大学生であった21歳の時に決定的な体験をします。当時彼はジャバルプールというインド中部にある町に住んでいました。ラジニーシはそれまで過去生を含め可能な限り全ての探求を成し遂げてきたと言います。そして最終的な覚醒体験が起こる7日前に、すべての努力が落ち、探求を手放すとともに、どこからともなく
新しいエネルギーが湧き上がってきました。その日の夜中、彼は突然目を覚ますと、部屋中が大いなる存在に満たされていることを感じております。それは耐え難いほど強烈で、今にも窒息しそうなほどだったため、彼は部屋から飛び出しました。そして毎日訪れていたバンパルタルガーデンという庭園にたどり着くと、引き寄せられるかのように、ある一本の小さな木の下にたどり着き、そこに座ります。そこで純粋なるリアリティと一つとなった彼は、終わりのない永遠の境地に至り、光明を得ました。ちょっと遡って学生時代の話に戻ります。二十歳になったラジニー氏は、ジャバルプールにあるヒッカリニカレッジという大学に入学します。しかし、幼少から培ってきた反逆的な性格から、教官と対立し、退学することになってしまいます。その後、D.N. ジャインカレッジに転校すると、そこで哲学の学士号を、続いてサガール大学に入学して、哲学の修士号を取得します。大学卒業後は、ライプール・サンスクリット・カレッジで教職に就き、人気講師となるものの、やはりここでも、学校側から学生に良い影響を与えない人物だと捉えられ、転任を求められます。最終的に、ジャバルプール大学の講師として哲学を教え始め、1960年には、わずか29歳の若さで教授に昇進しました。ラジニー氏は大学で教鞭を取る傍ら、インド中を回り講演を行うようになります。この頃は真理について語るほか、主にインドの社会主義や組織宗教を批判していました。また、当時存命だったインド独立の父、ガンディーのことすらも、貧困を崇拝するマゾヒストの反動主義者、と評するなど、既存の権力を徹底的に批判します。余談ですが、このように強烈にガンディを批判してはいましたが、後にガンディが暗殺された時には、あれほど純粋な人はいないと言って涙を流したという逸話もあります。この頃、ラジニー氏は裸の上半身にショールをかけ、下半身にはドーティーと呼ばれるインド式の腰巻き一枚というワイルドな服装をしていました。1966年には大学からの要請で教職を辞した後、インド国内での講話や瞑想キャンプに力を注ぎます。そしてラジニー氏の作り出した数々の瞑想本の中でも最も有名で革新的なダイナミック瞑想を指導し始めたのもこの頃です。このダイナミック瞑想は、複雑な社会を生きる現代人のためにデザインされたもので、従来の静かに座って行う瞑想とは大きく異なり、激しい呼吸法やカタルシスを伴う非常に画期的なものでした。ラジニー氏は1968年に少数のインド人の弟子たちを連れて、一旦インド西部の大都市ムンバイに落ち着きます。この頃、国の重鎮と関係の深い裕福な家の娘であるインド人女性のラクシュミーがラジニー氏の最初の秘書となります。翌年には超越瞑想で有名なマハリシ・マヘーシュ・オーギーの西洋人信者との対話が行われました。これがラジニー氏にとって最初の西洋人に向けての長時間にわたる講話だとされています。1970年になると、ラジニー氏は人々にイニシエーションを開始し、弟子たちのことをネオ・サニア神と呼び始めます。インドにおいてサニア神とは、
伝統的な出家修行者のことを指しています。しかしラジニーシュは人里離れた山の中で生活するのではなく、普通の人々と同じ世俗的な生活を送りつつ、すべてを超越し光明を得ることが大事だと教えていたため、ネオサニア神となった弟子たちもすべてを捨てて出家することはなく、普通に生活していました。またラジニーシュは弟子たちに、本来はすべてを捨て去った出家者だけが身につけられるオレンジ色のローブと、ラジニーシュの写真が入ったロケットのついたマラと呼ばれる長い数珠を常に身につけるように指導します。こういった行動は既存の宗教関係者から強い反発を招くことになりますが、ラジニーシュは全く意に介さないどころか、変わらず既存の宗教や伝統を批判し続けました。1971年にはバグワン・シュリ・ラジニーシュと呼ばれるようになります。1974年にラジニーシュはムンバイ近くにある高原都市プネーの高級住宅街の一角に活動の拠点を移します。そしてここに日本語では道場と訳されることが多いアシュラムと呼ばれる拠点を作ります。ラジニーシュはこのアシュラムでシンプルな白いローブ、これは首から足元まですっぽりと覆われた服のことですが、そのローブを身にまとうようになります。ここで朝には講話を、夜はダルシャンといって少人数での面会と弟子にするためのイニシエーションを行います。日々の講話は録音され、ビデオや本として広く出版されたことから、若者を中心に欧米からの訪問者が急増します。この時期にはアメリカを中心に発生した人間性回復運動と呼ばれるヒューマンポテンシャルムーブメントの影響を受けたセラピストなどが多く弟子となり、ラジニーシュも積極的にそのセラピーのメソッドを取り入れていきます。また一連のセラピーグループを経た弟子たちにはワークと呼ばれるアシュラム内での無償の奉仕活動を実践することが推奨されました。順調に増える弟子、充実する活動の一方で、変わらず政治や既存宗教を強く批判するラジニーシュの姿勢や、インドの伝統的風習に反し自由奔放に振る舞う弟子たちなどの影響により、周囲との圧力も高まっていきます。特に当時インドの首相となったモラジ・デサイとの対立は大きく、無視できない状況になっていきました。1981年になるとラジニーシュはそれまで精力的に行っていた講話を一切やめ、沈黙するようになります。講話はサットさんに代わり、音楽と沈黙と共に座ること、そして時には数々の名著の朗読が行われました。ちなみにサットさんとは、サットが真理、サンガが仲間といった意味で、インドでは悟りを得た人との交流や集まりのことを指します。そして秘書がラクシミーからマ・アナンド・シーラに変わると、ラジニーシュは側近を除く弟子たちに何も告げず、突然アメリカへと旅立っていきました。ラジニーシュは当時数々の病気を抱えており、医者のアドバイスをもとにアメリカでの医療を受けるために渡米したとされています。アメリカに渡ったラジニーシュは一旦ニュージャージー州に滞在しますが、後に弟子が購入した広大な農地があるオレゴン州に向かいます。そこにラジニーシュを追って世界各国から弟子たちが集まると、農業が主体であった平和な田舎町にラジニーシープーラムと呼ばれる巨大な町を建設し始めました。この時ラジニーシュは引き続き沈黙を貫いていました。一般の弟子たちが
ラジニー氏の顔を見られるのは、ドライブバイというロールスロイスに乗り、ラジニー氏プーラムの街中をゆっくりと回って、弟子たちに顔を見せる時だけでした。そこは本当に何もない土地でしたが、弟子たちの努力の甲斐もあり、世界中から多くの人が訪問するようになります。その一方で、またもや地域住民との軋轢は増すばかりで、オレゴン州のみならず、アメリカ政府の中枢をも巻き込む大きな問題へと発展していきます。問題の中心は当時の秘書であったシーラです。彼女は彼女自身の野心と外部との摩擦から密かに様々な犯罪に手を染めることになります。1984年に内部でもシーラの独裁について反発が無視できないレベルになってくると、ラジニー氏は3年半もの長きにわたった沈黙を解き、再び話を始めます。最初は身近な側近たちから始め、翌年には巨大なホールでの講話も開始しました。この頃、弟子たちにはオレンジ色ではなくマルーン色のローブ。これはちょうどチベット密教の僧侶が着る僧服と同じ色ですが、を着ていました。一方、ラジニー氏本人はユニークで鮮やかなローブと帽子、腕にはダイヤ付きのロレックスと派手な装いをするようになります。この頃には信奉者から96台ものロールスロイスを贈られるなど、傍から見ると俗物としか思えないような生活をしています。実際に車は好きだったようですが、当時をよく知る側近たちによると、昔から贈られたものはほとんど弟子たちに分け与えていたということで、本人は至ってシンプルな生活を送っていたようです。ラジニー氏が再び話し始めて間もなく、秘書のシーラとその取り巻きの何名かが突然ラジニー氏プーラムを立ち去ります。ラジニー氏はシーラが数々の犯罪を行っていた可能性があることを明らかにし、アメリカ当局に対してその証拠をすべて開示することを約束しました。しかし、当局はシーラだけではなく、ラジニー氏本人にも捜査の手を伸ばしていき、両者の間の緊張は日々高まっていきます。仮に当局側がラジニー氏プーラムに強制的に突入するような事態が起こった場合、弟子たちの強い抵抗に遭い、最悪死傷者が出る騒動に発展する可能性も考えられました。そのような中、ラジニー氏は最悪の事態を回避するため、再び密かに自家用ジェットに乗ってラジニー氏プーラムを飛び立ちます。当然、当局はラジニー氏を追いかけ、逮捕状がないにもかかわらず、ノースカロライナ州で彼を逮捕します。その後も正当な理由なく、10日もの間、ラジニー氏を不当に拘留しました。この間、当局は、ラジニー氏に対し、ネズミを殺すために使われているタリウムの投与、そして放射線の照射を行い、肉体へ甚大な被害を与えた、と後にラジニー氏は語っています。結局、当局側は、シーラが密かに盗聴していたラジニー氏の膨大な会話履歴などをすべてチェックしたものの、ラジニー氏本人がシーラの起こした犯罪に加担したり、犯罪を示唆したとするような証拠は一切見つけられませんでした。しかし、彼は司法取引により国外退去を命じられます。一方、元秘書のシーラは逃亡先のドイツで逮捕され、後に殺人未遂などの罪で服役することになります。なお、このラジニー氏プーラムでの一連の出来事に関しては、ネットフリックスオリジナル作品であるワイルド・ワイルド・カントリーというドキュメンタリーシリーズで詳しく描かれています。ラジニー氏の教えなどについてはほとんど触れられていませんが、
実際に起こった事件について、ラジニー氏側、地元住民、アメリカ当局などいずれにも偏らず、とても客観的な視点で描かれている非常に良い作品だと思いますので、興味のある方はぜひ見てみてください。アメリカからの国外退去を命じられたラジニー氏は、インドに戻った後ネパールに移り、再度欧米への渡航を試みます。ちなみに、ここからの一連の動きをラジニー氏の関係者はワールドツアーと呼んでいます。最初はギリシャのクレタ島に行き、講話なども始めるものの、たった数日のうちに逮捕され、またもや国外退去を命じられます。そこからスイスのジュネーブ、スウェーデンのストックホルム、イギリスのロンドンの各空港で入国拒否を、カナダでは着陸拒否を受け、アイルランド経由で南米のウルグアイに落ち着きます。しかしここも2週間で国外退去を命じられ、ジャマイカ、カナダ、スペインを経由してインドのムンバイへと帰国することになります。このように世界各国から入国拒否をされ続けた裏には、ラジニー氏をインドに閉じ込めておくことを目的としたアメリカ当局からの強い圧力があったとされています。インドに戻ったラジニー氏はムンバイに半年ほど滞在した後、再びアシュラムのあるプネーに拠点を戻します。アメリカですっかり体調を崩してしまったラジニー氏ですが、インドに戻るとまた精力的に活動を行っていきます。例えばセラピーを単なるセラピーではなく、瞑想、そして覚醒への架け橋とするための様々なガイダンスを行うほか、自身でも新たにメディテイティブセラピー、つまり瞑想療法と呼ばれる画期的なメソッドを作り上げます。また夜に行われる講話をホワイトローブブラザーフットと名付け、弟子たちに日中着用しているマルーン色のローブではなく、かつてラジニー氏本人が着ていたような真っ白のローブを着るように指導します。この最晩年の講話では、中国や日本で花開いた禅を積極的に取り上げます。そして講話の最後には、私たち自身の真実を呼び起こすための独自の誘導瞑想を自ら行いました。最後の1年の中で、ラジニー氏は名前をシュリ・ラジニー氏、オショー・ラジニー氏と次々に変え、最終的にはオショーとだけ呼ばれることを選びます。肉体の存続が危うくなり、講話を行うことが難しくなっても、死の直前まで夜にはホールに訪れて、弟子たちと共にただ静かに座りました。そして1990年1月19日、ラジニー氏は側近たちに見守られながら、わずか59歳の若さで静かに息を引き取ります。荼毘に付されたラジニー氏の遺骨は、彼がかつて講話を行ったアシュラム内の小さなホールがあった場所に安置されています。美しく真っ白な大理石に囲まれたその墓碑には、このように書かれています。和尚、生まれもせず死にもせず、ただこの惑星地球を訪れた。はい、以上、和尚の生涯をダイジェストでお話ししました。和尚のことは知っているけれど、一体どんな生涯を送ってきたのかよく知らないという人は意外と多いのではないでしょうか。生前は賛否両論が激しい人物だったため、その活動の表面だけを追っていくと誤解を招いてしまう可能性もあると思うのですが、なんとなくでも和尚という人物がどのように生きてきたのかが伝われば嬉しいです。さて、
和尚の生涯全般について書かれた本で、現在も日本で出版されているものはおそらくないと思います。かつては出版されていた和尚自身や弟子たちがその生涯について語っている本も、現在は中古でしか手に入らないようですが、一応ここで紹介しておきたいと思います。一冊目はゴールデンチャイルドフット、後期の年代、和尚幼年期を語るで、和尚本人が自分の幼少期について側近に話したものです。最初にお話した祖父母との逸話、そして悟りを得た数人の各社との交流などを知ることができます。もう一つはシーラの後に和尚の秘書となったマ・プレム・シュンニョが書いた和尚と過ごしたダイヤモンドの日々、ザ・ニュー・ダイヤモンド・スートラです。こちらは著者が和尚本人に促されて書いた本で、側近でしか知ることができない和尚の素顔を伺い知ることができます。一応先ほど紹介したネットフリックスとともに概要欄にリンクを貼っておきますので、興味があったら見てみてください。では今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。もしこの動画が良かったと感じたら、モチベーションアップにつながりますので、チャンネル登録や高評価をしていただけると嬉しいです。次回は和尚の教えと名言についてお話ししますので、併せてご覧ください。今回もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。Have a good one.